皆さんこんにちは。毎日日経新聞から記事をピックアップして解説をする日経解説チャンネルの江藤です。2020年の1月の15日は今までとちょっと違って3つの記事を取り上げて説明をさせていただこうかなと思います。いつもですね、一つの記事に対してこう深掘りしていくっていうような感じを取ってるんですけれども、それで大体10分近く話してしまうっていうような感じなんですが、今回ですね、3つの記事をちょっと取り上げて少し浅めにですね、話をして、10分以内で収められないかなという、ちょっとある意味実験的なことをやってみて、1つを深く掘り下げていくのか、数個の記事を取り上げて少し浅めにこうやっていくのか、どっちがいいのかなっていうところを、ちょっと今回検証してみたいかなというふうに思って解説をさせてもらいます。では早速解説に入っていきますけれども、今回取り上げた記事は3つで、1つ目がですね、中国関税合戦の傷深く、対米輸出19年2桁減っていうところと、日本ハムっていう、皆さんご存知日本ハムが植物肉っていうところのジャンルに参入しましたよっていうお話と、インドがですね、今景気減速の中でも物価が上昇しているっていうようなですね、結構経済的に危ない状況になっているよっていう、その3つのお話をさせていただきます。まず1つ目ですけれども、題名の通りですが、中国の関税、要はアメリカと中国で今貿易戦争ってことをやってますけれども、その影響でですね、対米輸出、中国からの対米輸出っていうのが前年比で 13% 減になってしまったと。で、輸入も 21% 減っていうところで、今のこの貿易戦争っていうところの影響が2019年すごかったっていうところが見えてきたっていうところになります。で、これだけ見るとですね、中国っていうのが輸出入っていうのがこう全体で下がってるかっていうふうに見えてしまうかもしれないんですけれども、ちょっとこのグラフを見ていただきたいんですが、確かにアメリカとの輸出入っていうところのシェアっていうのはどんどん下がっていて、特にこの2018年19年ぐらいがこうガクンとグラフでも見て落ちてるなっていうのが分かると思うんですけれども、一方ですね、EU と ASEAN っていうところはですね、実はどんどんこのシェアっていうのが上がってるってところになります。で、輸出がですね、もうかなり EU、ASEAN ともにですね、大きくなったっていうところで、アメリカとの輸出入っていうのは減ってしまったけれども、その分 EU、ASEAN っていうところと取引が増えたっていうことで、それがこの全体を押し上げたっていうところになります。なので全体としてはですね、輸出は中国はですね 0.5% 増えて、で、一方ですね、輸入っていうのは2.8%、削退で減ったっていう形になります。これを見ると、輸出が増えて輸入が減ったから貿易黒字増えたね、中国良かったねっていう形にはなるんですけれども、一概にもそうは言えなくって、結局輸入が減ったってことは中国国内の内需が少し低調になっているんじゃないかっていうふうに見て取れることもできます。で、そうなってくるとですね、アメリカとの今貿易戦争っていうので、実は第1段階合意っていうのが先日されたんですけれども、それはこの動画で詳しくは説明させていただいているので、概要欄に貼っておりますので、後ほど見ていただければと思うんですけれども、要はアメリカとこの中国との貿易戦争っていうので、お互いにこう譲歩しようっていうような、そういう合意案っていうのがなされたんですけれども、そこでですね、中国はアメリカから農産物っていうのをですね、ものすごい額っていうのを購入しないといけないっていうような合意っていうのが実はなされたんですけれども、この輸入っていうのが削減で減ってるっていう現状の中で、この輸入を本当に増やすことができるのかなっていうのが、今回その記事でちょっと私が思ったところになります。この貿易戦争っていうのがまだまだなんだか長期化しそうな予感が、ちょっとこの数字を見て思ったところになります。では2つ目になりますけれども、日本ハムが植物肉に参入をして3月からそれが始まるということになります。その背景にあるのは健康志向とか、そういったところになるんですけれども、ちょっと詳しく説明をさせていただきます。まず植物性材料っていうのを元にしてですね、主に大豆とかになるんですけれども、そういったものを材料にして植物で作ってるんだけれども味はお肉みたいなっていうですね、植物肉っていうのが実はですね、今世界中で流行ってきているってところになります。大きな会社でいうと中国のライトミートっていう会社があったりだとか、もっと大きい会社でいうとアメリカのビヨンドミートっていうところがあって、これビル・ゲイツとかが出資してるってところで有名なんですけれども、そういったところがあって、世界中でですね、今この植物性由来にしたお肉っていうのが流行っている、流行りだしている。主に流行ってるところっていうと、ヨーロッパとか、あとアメリカとかで、あと中国ってところですね、この大体ここの箇所で流行りだしているっていうものになります。背景にあるのは何かっていうと、大きく4つあるかなっていうふうに思っていて、環境保護、健康志向、動物保護、食料問題っていう、この4つに関わってくるかなと思ってます。
で、環境保護っていうのはですね、結局ですね、これよく言われることなんですけれども、牛とか豚がですね、ゲップとかした時に、実はそこからめっちゃメタンガスが出るっていうことが言われていて、そのメタンガスっていうのが実は、今地球温暖化の原因になってるっていうふうに言われていて、まあ、そういうことがあるから、こういう家畜っていうのはできるだけ少なくした方がいいよねっていうところがあって、それでまあ大豆を元にして肉っていうのを作れば、その分、メタンガスとかが減って、CO2 とかが減って環境保護になるよねっていう考え方があります。で、健康志向に関しても、まあ、植物性タンパク質で、まあ、タンパク質っていうのを補うことができれば、まあ、やっぱり栄養価高いよねっていうことがあったりだとか、で、まあ、そもそもやっぱりあの家畜を殺すなんてやっぱ嫌だよねっていうところで動物保護っていうところがあったりだとか、まあ、これからまだまだ、人口っていうのは世界で見ると増えていくっていうところがあって、まあ、日本はもうすでにこう、まあ、人口が減っていく段階に入ってくるんですけれども、世界で見るともう数十年っていうのはですね、まだまだ人口が伸びていくっていう傾向にあるので、そこで本当に食料って足りるんだっけなっていうところの問題があって、それを解決するためっていうところで、この4つがですね、まあこの植物肉っていうところがまあ注目されている理由になってきます。で、市場規模もですね、今現状2018年が5000億円、これ世界規模でですね、2018年5000億円程度っていうもので、まあ、正直そんなに大きくないです。日本国内のメルカリさんがいるようなですね、こういったフリーマーケット市場っていうのがだいたい5000億円っていうふうに言われるんですけれども、世界全体で5000億円程度の市場規模っていうので、まあ、そんなに2018年っていうのは大きくなかったんですけれども、これがなんとですね、2030年には爆発的に伸びてですね、9兆円になると。伸びすぎだろうとちょっと思うんですけれども、まあ、それぐらいの規模になってくるっていうふうに言われてます。で、これはですね、あのスイスの金融大手の UBS っていうところが出している数字になってきます。というところで、さっき説明したライトリートとかビヨンドミートっていうこういう大きな会社さんもいらっしゃいますし、日本ではですね、富士精油さんっていう会社さんがこういった植物肉っていうところを今現状やってるってところになります。そういうところに日本ハムっていうのがまあ進出していくっていうことになっていって、まあ、日本の国内のこういった植物肉っていうところもまあ少し活性化するんじゃないかっていうような、まあそんなニュースになります。それと最後に説明するのが、インドなんですけれども、景気減速化で物価上昇中というところになります。皆さん あまり注目されてないかもしれないんですけれども、実は今インドっていうのはですね、非常に景気が低迷しているっていうところになります。そんな中、景気が低迷しているのに物価が上がっているっていうですね、こういったちょっと異常事態っていうのが今インドで起きていて、まあ、それがですね、非常に社会不安につながっているっていうのはまあお話になります。で、消費者物価指数っていうのは皆さんよく聞くかもしれないんですけれども、これがですね、まあ、このグラフを見ていただいたら分かる通りですけれども、前年同月比で 7.4% 伸びております。まあ、これのですね、原因はですね、もうほぼほぼ悪天候っていうふうに言われています。インドのですね、生産拠点っていうところが、まあ、非常に天候が不順したことによって、まあ、主要な食べ物っていうものがですね、まあ、かなり値段が上がってしまったと。で、まあ、それをですね、輸入に頼ろうと思って輸入品をまあ急遽集めようというふうになったけれども、まあ、普段こう買ってないものだったので、かなりそれもコストが高く上がってしまって、実際に家庭に届く価格っていうのもすごく上がってしまったっていうところで、この全体の物価っていうものが上がってしまったっていうことになります。日本はですね、インフレさせたいっていうことで、要は物価を上げたいっていうことで目標物価指数 2% っていうふうに言っているじゃないですか。まあ、それをもう全然今達成してないっていうところで、まあ 1. 何%とかを推移してるっていうのが日本の現状なんですけれども、それの数倍物価がとにかく上がってるっていうような状況になってきます。で、そんな中ですね、まあ、物価が上がっているかつ経済も成長しているっていうことであれば、まあ、今から経済成長期に入っていくっていうような形で、まあ、そんなに悪くない状況ではあるんですけれども、実は景気が冒頭説明した通り、景気っていうのは今非常に悪くなってるっていう状況になるんですね。で、景気はですね、今までもう割と 10% 近くに行くようなぐらいの成長率っていうのはインドっていうのはあったんですけれども、今現状ですね、直近の数字で成長率っていうのが 4.3% っていう形で低迷をしているっていう形になります。なので景気っていうのが非常に悪いっていう状況で、一方物価っていうのが上がってるっていうことで、これスタグフレーションっていうような現象になっています。インフレっていうのは、まあ、インフレーションのことで、デフレっていうのが、まあ、日本になっていることでデフレーションっていうんですけれども、デフレっていうのは基本的に景気がまあ減退していって、まあ、それで物が売れなくなったから物価も下がっていくっていう、まあ、どんどん下がっていくっていうような現象で、インフレはその逆ですね。それがこのスタグフレーションっていうのは、まあ、そのなんかこう合いの子みたいな感じで、まあ、景気は悪いけれども物価が上がるっていう、もう本当に最悪の状態ですよねっていうところに今なってるんじゃないかっていうふうにインドは言われています。で、またこの間の悪いことにですね、インドっていうのが今実は政府に対するデモっていうのが起きています。まあ、このデモのきっかけっていうのは、国籍をですね、イスラム教の人には、まあ、新しく入ってきた人が
イスラム教だったらその人にこうインド国籍を与えないみたいな、そういったちょっとこういう経済のこととはですねあんまり関係ないようなことだったんですけれども、まあ、それとですねこの、まあ、相まってですね結局、まあ、政府に対して、まあ、政府に対してデモを起こしているっていうところでは一緒になるので、結局こういった国籍に関することを言ってるデモの人とプラス、こういった経済低迷してるのは政府のせいだっていう人プラスで、まあ、ここが一緒になっちゃって今インド政府に対してですねものすごいデモがこうどんどん広がってるってところになります。っていうところで今インド政府っていうのもですねそれを鎮静化しようと今度はですねまた、警察とかをですね動員して、しかもなんか銃を撃つとかでもう死者も出てるっていうところになってきて、今非常にですねインド経済っていうのがもうなんかいろんなところでガタガタになってるってところになります。中国の次にまあ成長株って言われていたこのインドっていうところの経済っていうのが今非常に危ないっていうところになってきて、これがじゃあ今度世界経済に影響してくるっていうふうには見えてくるかなというふうに思います。というところで今回この3つを説明させていただきました。中国とアメリカの経済戦争っていうところの行方っていうところと、日本ハムっていうのが植物肉ってところに参入したよっていうところと、インドっていうのが今スタグフレーションっていうところになりそうだっていうところで非常に危ない状況だよっていうこの3つのお話をさせていただきました。では、本日の解説は以上となります。このようにですね毎日日経新聞から記事をピックアップして解説をするチャンネルになりますので、もし気に入っていただけましたらぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それとまあいつも見ていただいている方いらっしゃいましたら、こういった3つのタイプがいいのか、それとも1つを掘り下げるタイプがいいのか、どっちがいいのかっていうことをもしもよければコメントとかに入れていただければ大変助かります。では、本日は以上となります。どうもありがとうございました。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。